皆さんこんにちは、竹澤勝成でございます。勝成の竹澤でございます。どうも皆さんこんにちは。今回はバッドフィーリングを引けるようになろうという動画の4本目の動画でございます。最後の動画でございます。1本目、2本目、3本目ときましたけれども、この最後の4本目の動画ではというフレーズに行きます。まあ、ぶっちゃけ3本目の動画とね、結構似てるフレーズなので、あの3本目ができればほぼ4本目もできるかと思います。頑張って練習をして1フレーズ仕上げていきましょう。画面ドンズバババーンとお手元もお見せしながら練習していきたく存じます。やっていきましょう。それではまず、3本目の動画で使った D ナイスのコード、これを使っていきます。いつも通りまず手順を弾かなければいけない音を確認していきましょう。まずダウンピッキングでいいので、3つツツツ入れます。ブラッシングですね。ツツツで、ツッツッツッと3つ弾いたら、1フレット低い状態からコードを弾きます。ツッツッツッと。で、またスライドです。ツッツッツッ。で、またコードを弾きます。ツッツッツッ、ダーダーツ。結構似てますよね。ツッツッツッ、ダーダーツ。3本目の動画と何が違うかというと、ツの回数ですね。3本目の時は、ツッツッ、ダーダーツ。だったんですけども、4本目の動画ではツッツッツッダーダーツと、ツの音が増えている。こんだけの差です。ツッツッツッダーダーツ。で、その後に1個ずつパン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 とコード弾きます。 D ナイスを弾きます。パン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 とパン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 、これです。パン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 、1個ずつ弾いて、最後にもう一回ビャーンと弾く。これだけです。もう一回やってみましょうか。ツを3回入れます。せーの、ツツツカカツカカカカ、ツツツカカツカカカカーン。これツッツッツカーカツカッカッカッカー、これなんとなくできましたでしょうか。で、これを、またアップストロークを入れていくんですけども、4本目の動画の時はすげえ簡単です。ツッツッツを順番にダウンアップダウンで弾いて、で、ダウンアップダウンときたからにはアップでコードを弾きます。で、あとは3本目の動画と一緒、ツッツッツッ、アップで弾いたらスライドしてカラーピッキング、そしてアップでコード弾いてブラッシング、で、最後はダウンだけで、こんな感じです。うまくできた方はもう、大丈夫でございます。おめでとうございます。バッドフィーリングができるようになりました。おめでとうございます。やったぜ。なんかできるようになってきたらコメントとかでなんかできたとかってしていただきますと幸いでございます。ちょっとうまくいかないぜという方のために、ちょっくら掘り下げて説明をさせていただきますと、まずブラッシング、ツッツッツッ。まあ、これは3本目の動画と一緒なので、ちょっと説明を省きます。D ナインスの形をある程度維持しつつ、ブラッシングを入れていくと。で、アップストロークで弾きます。で、カラーピッキングを入れつつスライド。で、アップでコード入れて、ツー。で、この後に、ダウンダウンダウンピッキングで、ポッポッポッと弾いていくんですけども、この時に、スタッカートっていう言い方をするんですが、音を短くする意識を持つと良いかと思います。極端に悪くやると、こんな感じで、音を伸ばすんじゃなくて、弾いたらこの押さえてる指をそこにプッと離してあげて音を途切らせると極端に悪くやるとこうじゃなくて、じゃなくて、
こんな感じです。ピャン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 と。一個一個の音を、この途切らせてあげるような感じで。弾いてあげると、すごく良いかなと思います。ピャン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 と。ピャン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 。で、最後は伸ばす。こんな感じです。まあ、3本目の動画とね、4本目の動画、内容がほぼ一緒なんで、まあ、以上で説明が終わりっていう感じになってしまうんですけれども、まあ、頑張ってやってみていただければという感じでございます。どうでしたでしょうか ?4 本の動画に分けて細かく説明させていただきましたけど、うまくできましたでしょうか、その続き、ここからまたさらにですね、4本動画が続きます。それは何かと言いますと、1日10分バッドフィーリングっていう動画が、それぞれ続きます。1日10分バッドフィーリング元のテンポはね、この曲ね、131なんですよ。BPM131。131か132か、その間ぐらいのね、微妙な BPM なんですけれども、1本目の動画はもう原曲と同じぐらいの131で、ひたすら10分間バッドフィーリングを弾きます。もし練習したい時があったら、その動画ポチッと再生ボタンを押して、僕と一緒に10分間ひたすらバッドフィーリングを弾き続けましょう。で、その次の段階としては、110。20下の110。あ、嘘です。130と120ですね。120。ちょっと遅い状態のバッドフィーリングを、また10分間続けますので、原曲の速さはちょっと厳しいなという方は、120のテンポで、ちょっと練習をしてみてください。で、それをね、毎日毎日、1日10分ずつ、まあ、20分でも30分でもいいんですけども、まあね、ひたすらこうバーッと練習してみてください。そうすると、どんどん速くなってきて、130にたどり着くことができる。で、130も120もちょっと厳しいよという方のために、110というテンポも、用意しています。110で、またこれ10分間をわーっと繰り返していると、どんどんその手順が染み込んでいくので、120に近づけるかなって、そういう魂胆です。で、さらに 100も厳しい方のために、80というテンポも、また10分間、ひたすら弾き続けようかなと思います。それぞれ皆さんができるテンポに合わせて、10分間、僕と一緒にバッドフィーリングをひたすら、続けていただきますと幸いでございます。そんな感じ。なんて言うんだろうな。ちょっといくつか。まず最初、1本目の動画で言ってたのかな。できないからできるにするためには、まず分からないから分かるにする必要があるんですよ。で、今僕、すごいこの4本の動画でこの番の説明をさせていただきましたので、皆さんは一応手順は理解したかと思います。分かる分からないで言ったら、まあ分からないというか、一応手順は分かるよと。どんな感じで弾けばいいか分かるよっていう、その分かるの状態になったと思うんですよ。で、その分かるの状態になったならば、その次はひたすら繰り返しが必要なんです。できないからできるにするためには必要。分からないからいけにできるっていうのはなかなか難しくて、まず一回分かる。で、その分かるっていうところにバンといったならば、その次はこのできないからできるにすることができるんです。でも、ここのステップってどうしても繰り返しが必要なんですよ。何が何でも絶対に繰り返しが必要なんです。なんで、本当はまだ1日10分と言わずね、1日1時間2時間とか練習してほしいところではあるんですけれども、ちょっと皆様のね、その、練習のお手伝いをさせていただくという意味で、それぞれ130、120、180のテンポで、ひたすら10分間バッドフィーリングを皆さんと一緒に弾き続けていこうかなと思いますので、よかったらそんな動画も、チェック出していただけますと幸いでございます。iPhone、パソコン、まあどういう環境で皆さんがご覧いただいているかわかりませんけれども、よし一応バッドフィーリング練習するぜできるようになったら、だったらぜって思ったならば、それぞれのこの、動画をですね、お気に入り登録もしくはブックマークをして、いつでも開ける状態にしてください。ギターの練習をするときはね、なんかいつでも練習できるように、その練習する時間を増やすために、もう練習しようと思ったらいつでもギターが届く範囲に置いておいてくださいね、なんていう話をいつもしてますけれども、それと同じような感じで、よし、バッドフィーリング練習するぞと思ったならば、もう2秒でその準備ができるぐらい、スマートフォンを開いてパッとブックマーク開いたらもうすぐに僕が出てくる。そんな感じでそのブックマークお気に入り登録をしていただけますと幸いです。高評価を押したりとか、まあそれも嬉しいんですけども、再生リストに追加したりとかするだけではなく、もっと素早くバンと出せるように、動画をブックマークお気に入り登録していただくことを強くお勧めいたします。そんで毎日毎日ね、よし、今日バッドフィーリングやるぜと思ったら、そのボタンをプッと押して、2秒ぐらいで僕を呼び出していただいて、よし、今日もレッツトライつって、やっていただけますと幸いでございます。そんな感じでひたすら繰り返し練習をしてほしいということがまず一つ。で、もう一つとしては、なんて言うんだろうな、メトロノームとか曲とか、まあ何かしらその引っ張ってもらうもの、
に合わせて練習しないと、その自分の都合のいいテンポとか自分の都合のいいリズムで練習してしまいがちなんですよ。まあ、つまりその手順を守るの次のこのリズムを守るこのステップですね。このステップがうまくできないということ、自分がやりやすいところは速くなっちゃうし、苦手なところはゆっくりになっちゃうし、結果的にフレーズがガタガタですごい速くなったり遅くなったりで、なんかフレーズとしてなんか成り立たないみたいな、そんな感じになってしまいがちなんです。でそれを予防するためにどうしたらいいかっていう話になると、まあ曲と合わせたりとかメトロノームと合わせたりって話になるんですけれども、メトロノームと合わせるのもまた難しいし、曲と合わせるのもやっぱり速くて難しいわけなんですよ。なのでやってほしいこととしては、その自分のできる範囲のテンポでいいからひたすら繰り返してほしいということ。でそれがね、100なのか80なのか120なのかちょっと分かりませんけれども、僕が一生懸命こう皆さんをリードさせていただきますので、それに合わせて練習してほしいんです。そうするとね、ちゃんとリズムを守って手順を守って練習することができるので、より一層練習効率が上がるかなということです。そんな感じで、それぞれのテンポに合わせて、ちょっくら練習をしていただきますと幸いでございます。今までバッドフィーリングチャレンジしたけども全然難しくてできなかったけども、でもこの動画を見てできるようになってきた、できるようになってきた、わーっていう感じの喜びを感じていただけたなら、すごく嬉しいなと思います。もしうまくできるようになったら、ぜひコメントでガガッとできるようになったぜって、コメントしてみてください。そしてツイッターなどもやっておりますので、ツイッターの方でもね、できるようになったぜってね、コメントしていただきますと、あ、動画作ってよかったなと思うので、よかったらそんなリアクションもしていただけますと幸いです。それではまあね、高評価もポチッと押していただいて、練習の方また続けていきましょうということです。それではそれぞれ130、120、180と、続きますけれども、皆さんの気分に応じてちょっくら練習をしてみてください。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。